はい、皆さんこんにちは。今回は僕のインスタグラムなどにですね、僕の動画を見てくれている視聴者さんから、質問が数件来たので、僕なりの意見を喋っていきたいと思います。まず僕のことなのですが、現在はフィリピンで波乗り、サーフィン動画や観光動画などを YouTube を使って発信させていただいているものです。今まで僕にメッセージをくれた人は、おそらく僕の動画を見てフィリピンに興味が出て旅行したい、フィリピンでサーフィンがしたいと思い、でも行き方がわからない、生活の仕方がわからない、フィリピンに着いた後、サーフスポットまでの交通手段など、いろいろなことがわからない、ということで僕のインスタグラムにメッセージをくれたみたいです。今回はその質問をくれた方々に喝を入れる動画になっております。ここで述べることはあくまでも僕の個人的な意見なので、ご了承ください。まず一つ目の質問。英語、タガログ語、全く喋れないんですけど、一人でフィリピンを旅することは可能ですか?という質問です。一応可能だと思います。ただこの人がですね、物を買うとき、ぼったくられそうになったとき、交渉するという選択肢がないので、おそらくマニラなどのタクシーに乗ったときとかですね、買い物をしたりするときに値段交渉ができないため、買い物とかですね、支払いがスムーズにできない可能性があります。あともし体調が悪くなったりですね、怪我をした場合ですね、誰があなたの通訳をするのでしょうか。僕がチラッと調べたらですね、フィリピンでの通訳、ガイド代ですね、8時間で6000円から1万8000円ぐらいのレートでだいたいね、通訳とか雇えるみたいです。体調悪くしてね、現地の病院に行ってもですね、日本語が喋れるスタッフって多分ほとんどいないと思うんですよ。ほとんどいないと思いますし、僕も日本語の喋れるスタッフをまだ見たことはありません。このようなこともすべて踏まえた上でね、もう一回言いますけど、英語、タガログ語、喋れない状態でもフィリピン一人旅は可能ですが、予期せぬことに巻き込まれたりですね、病院に行ったりなどした時にですね、あなたがもっとお金を使うことになると思います。日本語だけで頑張ってね、フィリピン旅してみてください。ないな、ない。はい、質問2つ目。目的地まで行く交通手段がわからない。はい、これも完全にアウトなやつです。逆に僕もあなたが、このね、質問をくれた視聴者さんがですね、どうやってフィリピンの空港から目的地に行くかは本当にわからないです。僕自身も。あともう一つ。僕はフィリピンのミンダナオ島に住んでいて、自分の車を買い、いつも自分の車で行動しております。今僕が住んでいる、この街の交通手段のことを聞かれているならまだしも、全く関係のないセブ島とかですね、マニラのね、北部の方の行き方など、僕にメッセージを送ってきて、聞かれたとしてもですね、もうこっちもお答えのしようがありません。なぜなら僕も行ったことまだないんですね、その辺は。それプラス、空港に着いてから目的地までの行き方を見ず知らずの、僕に聞いてるレベルで完全にアウトです。フィリピンでは知らない人にあまり道などを、道など聞いたりですね、いろいろ勝手に話しかけていってね、話すの僕あんまり良くないと思ってるんですよね。何を企んでるかわからない人もね、実際結構いたりとかしておりますので、その辺もね、気をつけてみてください。フィリピンではバスも事前にインターネットで予約できます。なので日本を出る前に全て予約しておくことを、個人的にはお勧めします。てか逆にそのレベルのリサーチ力でよくフィリピンまで来ようと思ったなっていう感想です。あと僕は YouTube を通して無料の旅行エージェント業をやっているわけではありません。見ず知らず何もわからない方、初対面っていう意味です、ここは。初対面の方のね、バスのチケットやホテルの予約を代行して行っているわけではないのでご了承ください。仮に自分でそれができないのでしたら、海外の旅行代理店の方に問い合わせすることをお勧めします。お金は払わないといけませんが、安心安全に目的地までは行けると思いますよ。質問3。海外に行ったら携帯はどうしたらいいと思いますか?僕の答えなんですけど、わかりません。それは本当にあなた次第のことになります。っていうのは半分冗談で、やり方は3つあります。1つ目はSIMロックのかかっている携帯をこちら、フィリピンでアンロック、解除して使う方法。これは比較的安い方法です。僕は300ペソでSIMロック解除できました。2つ目はこちらでSIMロックのかかっていない携帯、新品でも中古でもどちらでも構いません。好きな方を買っていただく方法です。3つ目は携帯電話を持たない方法です。このね、三つ目がね、一番選択肢としては安いです。なぜなら、携帯電話は使わないので。ただフィリピンでは、宿に泊まっていても、田舎なら、Wi-Fi がない宿、通信状態が悪い宿、
いろいろあります。なので自分の携帯でいつでも自分が帰る時に乗る飛行機の情報が見れたり、グラブなどいつでもタクシーが呼べるサイトが開けるようにしておくのがベストだと思います。こちらもさっき言いましたが、自分でできる自信がない人は旅行代理店や現地ガイドをしてくれる人を探して代行してもらうのがベストだと思います。現地でガイドしてもらうというのはもちろん無料ではありません。向こうの言ってきた値段をあなたが払うことになります。質問4。何の計画もなくただ漠然に予算のことを聞いてくる人。いや、これも完全にアウトなやつですね。この質問に関しては正解がありません。まず一人一人お金の使い方は違います。もっと言えば旅の仕方、見たい景色、食べたいもの、すべて違います。あと毎日自家用車に乗るか、タクシーに乗るか、トライシクルに乗るか、自分がどの乗り物に毎日乗るか、によっても使うお金の額っていうのが、まあ、1週間単位、1ヶ月単位で変わってきます。というか変わって当然だと思います。あと、滞在する都市や街によって、多少物価の変動がありますので、自分で行って確かめていただくのが、賢明だと思います。ちなみに僕の場合ですと、1ヶ月の家賃、ガソリン代、食費全部込みで5万円です。質問後、日本から行くんですが、どこに行ったらヤマト TV に会えますか?と聞いてくる人。この人はちょっと面白かったので、詳しく話しますね。この質問をくれた方は、日本からフィリピンにサーフィンに行きたいので、YouTube で調べたら、たまたま僕の動画を見つけて、そこからずっと見続けてくれているとのことでした。最初に僕の動画を見ていただき、ありがとうございます。なんつうかメッセージしている間に、どこの空港がヤマト TV の滞在している場所から一番近いですかとか、空港まで迎えに来てもらえますかとか聞かれました。僕は最初思ったのが、まあサーフガイドとして僕にお願いしているのかなと思ったんですが、まあよくよく聞いていたら空港まで無料で迎えに来てほしくて、でそこからは僕がサーフィン撮影する場所について行って一緒にサーフィンしたいとのことでした。なんかご飯ぐらいはおごるとかって書いてましたけど、僕からしたらあんたバカなんですかって感じで、まずそれやって僕になんかメリットあるんですかって感じですよね。なんで僕がガソリン代自分で払って、知らない人を空港まで迎えに行って、そっから何日間も一緒に生活しないといかんのですか?しかもそこまでやって飯代だけとか数すぎて爆笑しました、その日。僕はそのような無料シャトルバスみたいなサービスはやっていないので、無理だと断りましたけど。なんか僕の動画を見てくださってる方の中にも、頭のネジが何本か吹き飛んでいたというか、もともとネジがなかったような、人がおったことにびっくりです。あと改めて変わっている人がいるのだなと思いました。僕はたまたま海で会って話とか、まあ、街で会って話とかして、まあ仲良くなって、なんかご飯とか一緒にサーフィン行くっていうんだったら全然わかるんですけど、なんかまあ見ず知らずの人、まあ初対面の人ですよ。見ず知らずの人、初対面の人に、まあわざわざ空港までね、何時間もかけて迎えに来てくれとかって僕は言えないですし、そんな送迎みたいなサービス自体もヤマト TV はやってないのでご了承ください。大事なことなのでもう一回繰り返させていただきました。まあ今回はこんな感じですね。今回は僕の視聴者からいただいたちょっとアウトな質問を5つ喋らせていただきました。最後の質問以外全部調べたら簡単にわかることです。まあ最後の質問も完全にアウトなんで、まあダメなんですけど。まあ、逆にこれをね、自分で調べて、自分で解決できないようでしたら、今後の海外旅行、海外滞在で、すべて同じところでつまずくと思います。僕自身も含めてなんですけど、失敗経験をしてからじゃないと変われない人もたくさんいるので、実際海外に行って困ってみるのもいいかもしれませんね。人間には学習能力がついておりますので、一回困ってみると、二回目、三回目は困らないと思います。この動画はフィリピン、スリガオから、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた、次の動画で。